Good luck, everyone. 皆さんこんばんは。ガリチャンネルです。さあ、今日もね、ポールスタートですね。Good luck, guys. Have fun. 3番手にね、ケンジさん来ましたね。これは脅威。The track temperature is decreasing. It's now 27 Celsius. 2番手に、レックさんですかね。あんまり知らないドライバーがね、来てるんですよね。ちょっとね、このドライバーの出方を見ていきたいところですね。さあ、3連続ポールトゥビンになるかというね、レースになっております。今のところね、鉄くず取り直しとかは、ね、なくて、ガチでね、3連戦しているといった状況ですね。さあ、この2番手のね、レック・バークさん。ただね、プラクティスの時はね、さあ、レッドシェアが来ました。スタート。よし。うん、ミスなし。Look out for the pit speed limit.うん、このね、ウォームアップセッションではね、後ろのレックさんよりもガイル選手の方が速かったので、ここはね、今日もちぎっていきたいところですね。うん、やるな、ついてきてる。ああ、いかん。中途半端にね、縁石に乗り上げましたね。さあ、レックさん 0.4 秒差か。これは、うん、で3番手の、ケンジさんがもうすでにちぎれそうになっているというところですね。さあ、なんかだいぶ近づいてますけど、これはオーバーテイクしてくる気なんですかね。おー、アウトから来ている。これはやる気だな。ただね、やっぱウォームアップはね、ガイル選手の方が速かったので、ここはね、この速度差なら譲る気はないですね。サイドバーサイドで行ってみましょう。うわ、危ない危ない危ない。さあ、イン側から若干ディフェンシブ気味に、こういう時はね、皆さんなんていうか、知ってますか。こういう時は僕の方がガンダムをうまく扱えるんだってね。なんかね、だいぶこれ後ろ振ってきてで、ちょっとね、動きが怖いですね、これ。こうなんかアウトから来ようとしてる。こいつは知能指数が低いのか。危ない。いやー、これはね、まだね、バトルするとこではないんですよ。ちょっとね、放送中に、お見苦しい、用語があったことをお詫びいたします。やっぱね、知能指数がね、低いとか、外人さん相手でもね、いや、このね、振り方ですよ、振り方。あれですね、ニュルのお作法をね、まだあまりご存じないというふうに言い換えましょう。あ、いかん。跳ねた、跳ねた。いや、これはね、これはね、大変ですね。こういったね、大体ね、もうこの、もうね、ニュル上流階級のね、皆さんは大体ね、テーブルマナー、ね、コースマナー、ニュルのね、位置取りのね、お作法はね、大体マスターしてから走られる方多いんですけど、ちょっとね、まだこの、おー、いいかいいかいいか、だいぶミスりました。こちらの方は、まだね、あまりお作法をご存じない。さあ、今のね、ベアザイフェン、のブレーキングミスで結構ね、後ろレックさん近寄られたので、これはね、ちょっと、こう中盤の前回区間の手前で引き離すってのは、ね、ちょっと難しかったですね。3番手のケンジさんは 2.5 秒後方ちぎれました。さあ、マッチレースですね。まあでもね、この間合いだとオーバーテイクされるのはもう致し方なしですね。ここはもうジタバタしてもしょうがない。まあせいぜいね、うまい具合に交錯することなく、はい、抜いていっていただければいいかなと思います。さあ、だいぶ近いですね。さあ、左から来ましたね。
ここはねもう張り合っても、うん、無駄なのでアクセル緩めましょう。さあ見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやろう。いや本当ねこの人見たことないんですよね、レックさん。まあね、あの A の 4.9 でセーフティーレーティング 5.1 なので、まあ、ポットでの新人ではないんですけど、あのガイル選手がね、ガイル選手がスキップバーバーのオフィシャルレースあんまり最近ね参加してないっていうのがね、この見たことないっていう原因なのかもしれないですね。さあこれはね、まあ、特にね後ろあのコーナーでこのね差を詰めていく、まあ、ストレートはねあんまりベタベタにはしないですけど、コーナーでねじわじわっと詰めていってどうだっていうのをね、この思い知らせてやらないといけないですね。ああ跳ねてますね。やっぱりねどうだ、このガイル選手の方が早いだろうというですね、このプレッシャーですね。前に出たことをね後悔させてやらないといけないですからね。あ早いちょっとガイル選手ミスりましたね今。はい、いかん、これはねプレッシャー与えるつもりが舐められてしまう、それは良くない。これこそねマウント合戦ですね。そういえばね魔王パパさん、改め魚さんは元気にしてるんですかね。さあ、今もねコーナーで詰めましたね。さあドヤーっていうねドヤ顔しながらドライブしていくガイル選手。おだいぶアウトから、おー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 、怖い怖い。さあ今コースアウトして、コースアウトしたけど踏ん張ったんですね。いやあれはさすがにあんなライン取りあるのっていうぐらい、遠赤ノリーノでグリーンノリーノっていうめっちゃアウトからアプローチしていきましたけど、あれは見たことないですね。あれはね狙ってやったのか失敗したのかよくわかんないライン取りでしたよね。さあでもねガイル選手は2戦連続ポールトウィン乗っております。さあこれで、ケンジさんも、レックさんをねオーバーテイクしてきたんですね。さあ2番手ケンジさんに対して 2.7 秒差、これはねスリップ効かないので、大丈夫かなとは思うんですけども、で後ろのレックさんがね追いついてきてますよね。4番手にはホアキンさん、あとね今日は、久々サム・ディバンティアさんがね、6番手ぐらいかな、まだね予選走り込んでないみたいなんですけど、参加、されてきております。このねライバルが予選の走り込みがねまだ十分にできないうちに、このねポールスタートからどんどんね、アイレーティングをいただいていく、失礼しました、サム・ディバンティアさんじゃなくてクイック・サンチェスさんの方ですね。はい、サンチェスさん参加しております。さあレースは2周目、まあ、やっぱメインストレートはねレックさんのが競り勝ったんですね、まあ、かなりねこう押しの強いドライバーなので、まあね、波の日本人だとこうタジタジになってしまうような、でケンジさんが今3番手に控えていると、まあ、これ冷静なね判断でいいんじゃないでしょうか。結構ねこういったねオラオラ系ドライバーの前に出るとねなんか追突されたりするんでね、そこら辺が怖いですよね。よしよし、いい感じ。さあ後ろレックさん対して 3.2 秒差、後ろがね三つどもえになってますね、レックさん、ケンジさん、サンチェさん、
いやサンチェスさんもね、久しぶりですね。いやしかしこのレックさんがこのセーフティーレーティング A の 4.9 っていうのがね驚愕ですよね。あれだけこう押しの強いバトルをしていると結構インシデントついたりするんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、意外とね、このセーフティーレーティングだけを見ればクリーンレーサーっていうね位置づけになりますよね。さあ今度はケンジさんが前に出た。おお、そして後ろレックさんが前に出た。あそこのね、フォックストローエで前に出るってよっぽどですよね。なんかよっぽど他のドライバーを信用してないのかね。まあ、俺様が一番早いって思ってるのか、ちょっとねお友達にはなりたくないタイプですね。もう少しね日本人らしくこのね協調性を持って、ね、このあいかん跳ねた跳ねた、このニルブルクインクは攻めていきたいもんですね。あんまりね俺がやってると、ね、後ろもう4秒差がついてますけど、その入れ替えのロスでやっぱりねどんどんギャップが空いていくので、何なんでしょうね。ちょいロック率高かったけど OK。なんかね、もしかするとオラの前は何人たりとも走らせねえっていうようなね、漫画チックな劇場型主人公タイプなのかも。しないですね。おっといかんか。あでもね主人公の赤木群馬くんなんかはちょっと漫画をねあんまり真面目に見てないんですけど、耐久レースなんかは向かなさそうなタイプですよね。耐久レースでこうオラの前はとか言ってるとですね、燃費が多分ね燃費的に勝てなくなってしまうので、まあね、スプリント専用のドライバーなのかなというふうに思いますね。さあ後ろは引き続き、レックさんが前ですけど、これは入れ替えがあるようなタイム差じゃないですか。おなんかすごい入れ替わってる。あれケンジさんがいなくなった。なんか急にケンジさんが消えましたね。なんか落ちてったっていうよりも回線切断っぽいような、なんか急にふっと表示が消えました。なんと、そして戻ってくる気配はなしと。これは残念。その後ろのねニールさんが上がってきましたね。さあ後ろのレックさんとは約5秒差。さあカルステルの侵入ですね。これはそんなに良くない。やっぱりケンジさんも、青い表示にはなっていないので、なんかぶつかってトーイングってわけでもなさそうですね。さあここねじわっと、これぐらいねあんまりブレーキングせずに縁石の幅を使うとね結構全開率高くいけますね。さあどうだ、これは不安定ながらもなんとかクリア。そこのねビッパーマンは本当突き詰めていくとねなかなか難しいですね。
外とねレックさんが早いちょっとね侮ってたんですけど、今ね先頭交代がなくなったので、そんなにねウォーミングアップの時のように、ギャップをどんどん、つけていくっていうのがねできなくて、今もね縮められましたよね。 4.7 秒でねこれ以上ギャップを広げられずに食らいつかれている状態ですね。さあとはいえ、5秒差まで広げました。うん、ここら辺はねもうねプライドのねぶつかり合いですよね。ギャップが5秒離れていようがねどやーね Y の方が早いやろうっていうですね、そういう、はい、戦いになっております。このね、最近ネットで流行り言葉の Y とかですね大阪っぽい言葉でもね、このどうなんでしょう、 ここ10年ですかね、この5、6年前までなんか Y とかいう言葉あんまり使いませんでしたよね。まあ、昔ですね Y って言ってたのはアニメのプロゴルファー猿ですよね。Y は猿やってね、プロゴルファー猿やって言ってたぐらいしか主人公とかY って使ってた人見たことないですよね。それがねこんな大流行りになるなんて、このねプロゴルファー猿を見ていたね、この子供時代にね40年後はみんな Y って言い出すんだよって言ったら絶対信じないですよね。さあというわけでファイナルアップです。後続、ニールさんが2番手に躍り出ましたね。さあね、ただこのレックさんがねなんかどこでも差し込んでくるようなタイプなのでなんかね前に出るのが恐ろしいですよね。まあね、もちろんレースなのでプロテストを、ね、別にこうなんかガンガンアタックしてくるからプロテストだっていうわけでもないんですけど、やっぱねそういうドライバーとは分かり合えないですね。さあ、後続と 5.5 秒まで空きましたね。さあこれはまたレックさんがオーバーテイクしてくるんでしょうか。あ、やっぱ来ましたね、来ましたね。ね、Y の前は何でしたっけ、オラの前はですねY の前は何人たりとも走らせねえってなんか全然ごっちゃになったプロゴルファー F みたいなねそんな人になっちゃいますよね。さあそして、レックさん、ニールさん、サンチェスさんというですね三つどもえのバトルになってますね。さあここは2番手のレックさんには差を詰められたくない。おお、滑った。さあここはね気合い入れてプッシュしていきましょう。まあ、普通にねのんびりドライブすればもうね3度目ポールトゥウィンは確実な距離ですけども、やっぱりねここはギャップ縮められたくないという意識が働きますね。おっと、跳ねた。あれがねいかんですね。さあギャップ5.8 秒、これは 0.1 秒詰められている。やっぱ跳ねた分だけね詰められましたね。これは悔しい。
さあベアザイフェン 0.1 秒、うん、離しました。よし、いいぞいいぞ。うん、さあエクスミール、うん、ここもね 0.1 秒引き離しましたね。よし、 6.0 秒差。ドヤードヤー、これがスキップババアノリアってね。あ、でもあれですね、 Y は何々やーってのがやっぱね、プロゴルファーサルですよね。 Y はサルヤー、プロゴルファーサルヤーってのと、あの最近のネットで流行りの Y は何々やでーですかね。いやでもね、この、うん、藤尾先生先見の目、このね、 Y はサルヤーっていうね言い回しが40年後に流行るとは。さあここはニュルヤーね。はい、すいません、行ってみたかっただけです。はい、さあレックさんが6秒差、そしてその後ろ、真後ろクイックサンチェスさんですね。これは先頭交代あしてますね。サンチェスさん前ですね。さあそしてニールさんが若干遅れましたね。まあ、でも1秒差なんでこれは追いついてくることでしょう。さあカルセル、うん、進入速度はまあまあ速かったですね。あのちょっと実験的な意味も込めてもう少しねこうスピードを乗せられないかなみたいな。おお、なんかそしてレックさんがまた前に出た。ただ結構ねギャップがついてるので、なんかこれもまた無理やり押しのけてみたいな形になってるんじゃないですかね。いやーこれはね本当関わり合いたくないドライバーですね。あの暴れん坊ミッチェル君でさえもうここまでねぐいぐいは来ないと思うんですよね。いやーちょっとねこの好戦的な民族、これはね、いやーこれはねトラック上の、うん、安全が危ない。さあアイスカーブ、あー今いい感じですね。リアをスライドさせて曲がるっていうようなね感じですよね。結構逆バンクっぽくなっていますので、こうフロント舵をねうまい具合に入れるとリアが滑ってよく曲がりますね。さあレックさんとは 7.3 秒差ですね。うん、まあこれは、うん、もう大丈夫でしょう。さあシュワルメン、シュワンツ、うっと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 、セーフセーフセーフ。さあガルゲンコフを抜けてドッティンガーホエ。さあこれはねガイル選手の配信を見るよりもね、後ろのサンチェスさんがね配信してたらそっちを見た方がね絶対面白い展開ですね。さあこれ後ろ2台がねもうあのこれねポイントが4番手にニールさんが1秒後ろにつけてきてるっていうのはね、これがミソで、お互いね牽制し合ってアクセル緩めると後ろのニールさんに差し込まれてしまうので、もうお互いねアクセル緩めらんないですね。さあ今のところサンチェスさんが前、あそしてさらにレックさんがオーバーテイクしようとしている。これね1対1だとね、もう少しこうアクセル緩めて、勢いつけてとかできるんですけど、これはね2人ともアクセル緩めらんないですね。さあ後ろお、なんかあ、なんかすごい遅れてった。おお、なんだなんだなんだ。
さあフィニッシュ。忘れてた。ちょっとね、先ほどの先ほどの、2番手が結局タナボタレニーズさん、3番手がケンジさんで、なんかサンチェスさんがレックさんが真ん中、これちょっと気になりますね。見てみましょう。あ、ここですね、で、これ後ろ、はい、なんかフラフラしてんだ。これね、もう一つ二遊三視点から見てみると、ちょっと遠いのかな、で前2台ね、スリップでやっぱね、加速がついてますんで、これをね、後ろ1台で追いかけるんでね、結構しんどいですね。さあそれでは前の方にカメラ戻してみましょう。ちょっとサンチェスさん不利かな。これはなんかね、ちょっとフラフラしてるのが良くないですね。なるほどね。サンチェスさんプロテストだとか言ってたけど、ちょっとね、微妙な感じはしますよね。お互いやっぱね、このレックさんが譲りたくなかったんだなと、いうことですよね。はい、というわけでね、今日も、テーマソング付きでね、お別れしていきたいと思うんですけど、最近よく考えたら流してなかったなと思うのが、このね、ゴール時に流している楽園の君に、これ流してなかったので、こちらを BGM に、お別れしていきたいなと思います。よろしければ、チャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。 Watch your speed. Thanks, man. We'll see. You
中のすべての星よ、君を照らせよ。